今回紹介するのは、この国の形。2、文春文庫。という本です。第2巻も勉強になります。江戸時代は天領の方が税が少なくて住みやすかったこと。差別社会の土佐から全人間平等思想が湧いたこと。オランダイシ・ポンペを祀った神社が豊富にあること。 4カ国艦隊に負けた長州が彦島を取られそうになったこと、大久安彦左の言葉感覚、江戸期の形成化解放、清涼の経済的社会思想、白乱狂気の芝良太郎の情報収集能力は、やはり大したものです。彦の場合に出てきた話は、微笑ましいものがあります。旅巡りの劇団が熊本で芝居をするとき。 清正が登場しない劇でも無理やり清正の格好をさせさしたるようはなけれども現れででたるかとお正と言わせて引っ込ませるという話以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします